日本アナグマは、食肉目イタチカアナグマ族に分類される、食肉類。指は、前肢、後ともに5本あり、親指は、他の4本の指から離れていて、爪は鋭い。体型は、ずんぐりしている。植生は、タヌキとほとんど同じである。特にミミズやコガネムシの幼虫を好み、土を掘り出して食べる。巣穴は、自分で掘る。 ためふんをする習性があるが、タヌキのような大規模なものではなく、規模は小さい。本種は儀式をし、薄目を開けて動かずにいる。古くから日本ではタヌキ、ハクビシンなどと共に、ムジナと呼ぶ。日本の本州、四国、小豆島、九州地域の里山に生息する。11月下旬から4月中旬まで冬眠するが、地域によっては冬眠しないこともある。 模式標本の産地は、長崎体長は40から60センチメートル程度。お長11.6から14.1センチメートル。体重12から13キログラム。地域や個体差により、かなり異なる。死列は、門歯が上下6本、剣歯が上下2本、九歯が上下6本、大九歯が上下2本、科学4本で、計34本。 アナグマミリーズミリーズの亜種とされていたが、2002年に陰形骨の形状から独立種とする説が提唱された。1日の平均気温が摂氏10度を超える頃になると冬眠から目覚める。春から夏にかけては子育ての時期であり、夏になると子供を巣穴の外に出すようになる。秋になると子供は親と同じくらいの大きさまで成長し、 冬眠に備えて食欲が増進し、体重が増加する。秋は、小別れの時期でもある。冬季は、約5ヶ月間冬眠するが、睡眠は浅い。秋は、小別れの時期であるが、母親は、メスの子供を一頭だけ残して、一緒に生活し、翌年に子供を出産した時に娘に出産した、子供の世話をさせることがある。娘は、 母親が出産した子供の世話をするだけでなく、母親用の食物を用意することもある。これらの行為は、娘が出産して、母親になった時のための子育ての訓練になっていると考えられる。巣穴は地下で複雑に繋がっており、出入り口が複数あり、出入り口は掘られた土で盛り上がっている。巣穴の規模が大きいため、 巣穴全体をセットと呼び、セットの出入り口は多いものでは50個を超えると推測される。セットは一頭の個体のみによって作られたのではなく、その家族により何世代にもわたって作られている。春先になると新しい出入り口の穴が数個増え、セット全体の出入り口が増えていく。巣穴の出入り口の形態は、横に広がる楕円型をしていて、出入り口は、倒木や、 樹木の根、草むらなどで隠されている。巣穴の掘削方法は、穴の中から前足で土を押し出し、押し出した後には、アクセストレンチと呼ばれる溝ができる。セットには、崖の途中などに突然開いている、裏口のような穴が存在することもある。素材として草を根から引き抜いて使用していると推測される。素材が大雨などで濡れると、昼に、 穴の外に出して乾燥させて、夜に穴に戻す、という話もある。日本では、狩猟鳥獣として1970年代には、年あたり7000匹が狩猟されたこともあるが、1980代後半には、年あたり2000匹以下に減少している。丘陵地の果樹園の周辺などでは、タヌキやハクビシン用の穴で婚濁されることもある。農地開発による、 生息地の破壊、人為的に移入されたアライグマとの競合などにより、生息数は減少している。肉の味については、佐藤鉱石は、エッセイ、コーグマにおいて、ビーバーに似ていると記述している。狸無事な事件。ありがとうございます。